秦イタルは、中国戦国時代の法家にもどうかにも属する思想家。名は、イタル。戦王の時、政に赴き、キビカの学士として数円、たらと共に異議論、著述を行った。ほぼ、同時代の昭王、新不外と共に、法家思想を形成した思想家とされる。紀元前4世紀頃の人とされる、キビカの学士の一人、式巻のによれば、 蝶の出身で、後伝祭の厳下に遊び、功労道徳の術を学び、十二編を表したとされる。出身地が蝶なのに、生に仕えるところから見ても、厳下の学者村を気に入ったのか、もしくは招かれたのだろう。千王、文学遊勢の死を喜ぶ。数円、純懇、多変、節余、真意る、玉木縁の殿ごときより七十六人、皆、列兵をたまい。 上大部となす。納めずして議論す。税をもって、聖の機微家の学士、またた、盛んにして、かつに数百人ならんとす。と式にあるように、機微家の学士の中でも高い地位についたのであろう。彼は、どうかと法家との折衷的な思想を唱えたとされ、証券を否定したとされる。淳史、反飛行、漁師春秋の伝えるところによれば、法を尊んだとされるが、創始では、 法を重視しなかったとされる。著書として、近子42編があったというが、現存するものは5編のみであり、近世以降に偽作された部分も含まれる。現在は、森山各総書書集の近子7編の本に基づくのが良いとされる。著書の近子は、感女芸文詞、随所、形跡詞、旧当女形跡詞ともに、放課に含めているが、式では、 どうかとして区別されている。随所、旧、東女では、十官として著録されている。新至るの思想は、昭王の思想や新不害の思想とともに、反比へ継承された。十家の読中心や、右徳者による政治を否定して、証券を解き、基本的には、政治と官僚体制を重視するものであった。一方で、民に、自発的行動能力があることを認め、 異性者は、ことさらな作為を施さなくても、自動的に世界が統治されていくという社会体制を、理想とする。そうした思想を端的に表す言葉として、天に名はべりて、人の暗気を憂えず、地に財はべりて、人の貧しきを憂えず、聖人に徳はべりて、人の危うきを憂えず、下古意徳編、民雑書しておのおのよくするところあり、地下古民雑ペンなどがある。ここから、 真至タの思想は、同化的特色があると評されることもある。真至タは、功労道徳の術を学ぶと批評されている。式から真至タの著としては、近子が伝わっている。ありがとうございます。